ラルフリー・サンプソン・ジュニアは、アメリカ合衆国バージニア州ハリソンバーグ出身の元バスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツなどに所属した。身長224センチメートル、体重103キログラム。ポジションは CF。NBA プレイヤーのジャマール・サンプソンとは、重軽帝同士である。地元ハリソンバーグ高校卒業後、バージニア大学に進学し、 一年目から11点にリバウンドを記録するなど支配的なセンターとして4年間活躍。ビル・ウォルトン以来3年連続でネイ・スミス賞、2年連続でジョン・ウ・デン賞を受賞した。大学卒業後、1983年の NBA ドラフトで全体一位指名をヒューストン・ロケッツから受け NBA 入り。ルーキーシーズンは1試合平均21.0得点。 11.0リバウンド、2.0アシスト、2.4ブロックの成績を残し、新人王、オールルーキーチームに選出され、オールスターにも出場した。翌シーズンからは、1984年のドラフト1位指名の新人アキーム・オラジュワンとツインタワーを結成。2年目にプレイオフ初出場を果たし、翌1985から86シーズンにチームを、 ディビジョン主位に導いた。プレーオフでは、当時最高のセンターだったカリーム・アブドゥル・ジャバー擁するロサンゼルス・レイカーズを倒し NBA ファイナルへ進出したが、ボストン・セルティックスに敗れ、チャンピオン・リング獲得はならなかった。その後は、オールスターに1987年まで4年連続で選出されたが、膝の怪我に苦しみ、1987から88、 シーズン途中でゴールデンステートウォリアーズに移籍した。1989から90シーズンからサクラメントキングスで2シーズン、1991から92シーズンはワシントン・ブレッツで1シーズンプレーした後引退した。ありがとうございます。